名鉄6000系電車、名鉄6000系電車、名鉄6000系電車は、名古屋鉄道、名鉄が1976年から運用している電車である。第二次世界大戦後の名鉄では、初となる本格的な通勤用の電車として登場し、1977年には、鉄道ともの会より、ブルーリボン賞受賞車両に選出された。 4両編成と2両編成という2種類の編成が登場したが、4両編成は1984年からは制御方式を一部変更するとともに接客設備を一部改善した6500系としての増備に移行し、2両編成も1987年から制御方式を一部変更した6800系としての増備に発展、1993年に 後継車両として2代目3500系が登場するまで増備が続けられた。本校では6000系、6500系、6800系の3形式についてまとめて記述する。名鉄の車内では5000系以降の高性能車について SR 車と呼称していることに倣い、本校でもそのように表記するほか6800系は名鉄の車内では 6000系11次社から16次社、6000系6800番台などのように6000系の一部として扱われることもあるが、本校では6800系という表記に統一する。また、特定の編成について記す場合は、豊橋向きの先頭車の車両番号をもって編成故障とする、例、豊橋向き先頭車の車両番号が区6001の編成であれ、6001編成。 本系列は稀に、快速特急、特急のダイソー運用につくが、一部車両には快速や、特急の種別膜が入っていないため、該当車両が快速特急や特急として運用される場合は、種別が白膜となる、1990年頃に低特急、運用についていた時は種別版が使われたことがある。名鉄では1951年、 昭和26年に3850系を登場させて、以来、木造車体の車両を交代化した一部の形式を、覗けばに扉のクロスシート車を導入し続けており、特に1961年、昭和36年に7000系を登場させてからは1972年、昭和47年に至るまで7500系、7700系を含むパノラマカーのみを増備し続けていた。 自家用車、マイカーの普及率が高いと言われる愛知、岐阜県下を走る名鉄にとっては、マイカー対策として冷房付きクロスシート車の導入が必要と考えられていたのである。1960年代後半になると、名古屋都市圏における朝夕ラッシュ時の混雑は激しくなり、名鉄でも1967年、昭和42年からは、犬山線においてもラッシュ時に8両編成での 運行が開始されていた。そうした状況においても、当時、名鉄の社長であった土川元は、財務的現状からも輸送力増強には、旧型車両の交代化が最適としており、名鉄の車内から、通勤輸送にまとまった投資を行い、通勤用の新車を作ってはどうかという意見が出た、際にも、それは不経済車であるとして、パノラマカーを列車体系の中心として、 クロスシートに座って、通勤という理想像を変えようとしなかった。しかし、1973年、昭和48年のオイルショック以降は鉄道を利用する通勤者が急増し、ラッシュ時には本社の管理部門からも使用駅に人員を派遣して、乗客を車内に押し込むありさまで、しかも、それでも積み残しが出てしまう始末で、乗客からの苦情も多かった。 もはや7000系をはじめとするに、扉クロスシートの SR 社のラッシュ事運用は限界であった。そうした状況が続くに至り、名鉄もクロスシート志向からの方針転換を余儀なくされ、1975年、昭和50年には、東京急行電鉄、東急から3、扉ロングシート車である3700系電車を購入して3880として運用するように、 なった。三千八百八十系は通勤輸送の三扉ロングシート使用者のラッシュ時における収容力の高さを実証することになった。こうした状況下、名鉄は九百七十五年、昭和五十年に入り、本格的通勤車両を製造することを決定した。しかし、営業、運転部門はロングシート車の導入を主張したものの、このような状況下においても、 名鉄の車内では、クロスシートにこだわる考え方が根強く、結局は、座席は、後でも直せると営業、運転部門が折れ、三扉ではあるが、クロスシート車として導入される子になった。このような経過を経て、名鉄の新造車両としては3550、軽以来約30年ぶりとなる三扉車として登場したのが、本形式6000系である。 6000系は4両編成で登場し、1978年からは2両編成も登場した。4両編成については1984年以降の増備を6500系に移行したが、その後も2両編成は6000系のままで増備された。1987年からは2両編成の増備を6800系に移行した。6000系、6500系は、 系列中に4形式が6800系は、系列中に2形式が存在する。本説では、以下6000系及びについて、登場当時の仕様を基本として記述し、増備途上での変更点と6500系、6800系については、別途節を設けて記述する。更新による変更については、遠隔で講述する。編成については、編成表を参照のこと。 戦闘車は全長 18,950mm。中間車は全長 18,830mm。車体幅は 2,730mm である。車体はすべて普通構成で、レール上面から床面までの高さは 1,150mm である。客用扉は幅 1,300mm、高さ 1,808mm の両開き扉を3箇所に、 廃した。扉の窓を小型化することによって、障害事故防止対策とした。6000系では、先頭車と中間車の見つけを合わせるため、先頭車の扉中心間距離を5660ミ、mm、リメートル、中間車の扉中心間距離は6190ミ、mm、リメートルとしたが、側面窓はパノラマカーと同様の固定窓、連続窓で、 厚さ 3mm プラス 3mm の複数を合わせ、ガラスを使用した。戸袋窓は設けられていない。前面は7700系類似の貫通型、高運転台で、平面ガラスで構成されたパノラミックウィンドウとしたほか、貫通扉は防水構造とした。全面下部には、標識灯、微灯圏通貨標識灯と乗務員室への通気口が設けられ、 周囲をステンレス化粧板で装飾した。前面の貫通扉上には、半自動式の幕式行き先表示器が設けられた。幕式行き先表示器は、列車種別と行き先を、おのの単独に操作できる構造で、種別10コマ行き先駅名は50コマが収容、可能である。しかし、名鉄の車両運用の都合上、すべての行き先を収容することはできないため、 既存の行き先板の仕様を考慮している。車体の塗装デザインはスカーレット一色である。車内は車端部がロングシートで客用扉の間はクロスシートとした。クロスシート部分は一方向き固定シートを中央扉を境に車端方向を向くように配置した。通路の幅を広く確保するために座席の幅は 825mm とし、 無駄スペースを省くために通路側の肘掛けも設けいない。座面の高さは床から座面先端部分までが 390mm で背もたれの高さは床から 775mm とした。また背もたれの傾斜は20度とそれまでの転換クロスシートよりも大きな角度をつけた。シートピッチは 750mm である。ロングシート部分には ビニール製の玉縁を入れることによって、一人当たりの着席区分を明確化した。車内通路には全長にわたって釣り手を設置したが、ロングシート部分では釣り手棒を設けて、そこから吊るしているのに対し、クロスシート部分では天井の冷房装置のダクトカバーから直接吊り下げている。室内の配色は天井が白色で、側壁は クリスタル模様の化粧版とした。座席の表地の色は、ブラウンとし、シルバーシートの背もたれのみ、ライトブルーとした。SR 車は登場以来全車電動車、方式であったが、6000系では、コストダウンを図るため、SR 車では初めて電動車と付随車を一組とする、MT ユニットとした。それまでの名鉄の車両では、電動車と付随車を一組とした場合には、 豊橋側の車両が電動車であったが、6000系では制御装置や補助機器などの床下機器配置を他の SR 車と揃えた結果、豊橋側の車両が付随車となった。他の SR 車との混結も可能で、そのためのジャンパ製や空気ホースも設けられているが、波数比や運用目的の相違により運用上は他形式との混結は行わない。制御装置は、 三菱電機製の主制御機であるアブフム -204 から15、まだ型で、名鉄では CB-27C-55 型と称している。一台の制御機で4機の電動機の制御を行う、方式の多段制御装置で、三菱電機製制御装置の採用は5200、計以来である。制御段数は、立行が直列17段、並列8段弱めかい。 自4段で、制動は17段である。主電動機については、東洋電気製造製の直流直巻法極保証巻線付電動機の TDK-8050A 型が採用された。MT ユニットとしたことに伴い、主電動機の出力はそれまでの SR 車の2倍の 150kW とし、駆動方式は、中空軸平行、カルダン駆動方式で、 発数比は85、14イコール6.07である。制度装置、ブレーキについては、発電ブレーキ併用の HSC、D 型電磁直通ブレーキが採用されたほか、非常用として自動空気ブレーキを併設した。台車は、住友金属工業製の S 型民電式の空気バネ台車が採用された。この台車は7000系に使用されている FS384。 型台車を主に徴用としたもので、電動台車が FS398 系、付随台車が FS098 型で、いずれも基礎制動装置はクラスプ式、量化回式で固定軸距は 2100mm である。冷房装置は 1500kcalH の能力を有するプー3004型を一両に月3台を搭載した。また、 混雑時にも十分な冷房効果が得られるように、ラインフローファンを空6000型、も6300型では5台、も6000型では4台、さ6100型では6台設けた。補助電源装置は、容量69馬の CLG-326N 型電動発電機を装備した。1台で2両分の電源供給が可能である。 終電装置はも6200型、も6300型に PT42 回3、M 型、皮脂枠型バンタグラフを設けた。連結器は、先頭部分が、名鉄式自動解決装置、M 式自動解決装置を装備した密着自動連結器で、中間は、棒連結器である。6000系一時車は1976年12月から1977年2月までに、 4両、編成6本が製造された。6000系は1976年12月21日、朝ラッシュ時の津島線の列車から運用を開始、年が明けた1977年の正月には、座席指定制特急に運用される車両が不足したため、犬山線、床目線などの特急にも運用された。さらに、同年1月10日からは、犬山線で、 朝ラッシュ時に最も混雑する列車に8両編成で運用されるようになった。この列車はそれまでは3550系統 OR 車を蘇生した8両編成で運用されていたが、それまでは5分から8分程度の遅れも珍しくなかったのに対し、6000系が投入されてからは遅延はほとんどなくなった。この年、6000系は鉄道ともの会より、 第20回ブルーリボン賞受賞車両に選定された。3扉の通勤用車両でありながら、クロスシートを採用したことが評価されたもので、鉄道ともの会では、ブルーリボン賞において、初の通勤系車両の受賞としている。もっとも、そのクロスシートについては、背もたれ角度を大きくしたために、転換クロスシートより疲れないとも評されたものの、 座席幅の 825mm という数字は2人、崖の座席としては窮屈で、名古屋名物一般1.5年崖という意味とも揶揄された。1980年に増備されたご自社からは、側面窓について開閉が可能な一段上昇窓に変更された。これは、省エネルギー対策の一環として、冷房の使用時期を短縮するためのものである。 導入と同時に、ラッシュ時輸送効果を発揮した6000系は、その後も毎年増備され、特に、犬山線には6000系8両編成が、集中的に投入された。1981年春には、合計量数は102両となり、1984年までには、合計140両となり、名鉄で、最大量数の形式となり、複雑だった、運用の合理化にも貢献した。 6000系はさらなる増備を要求されていたが、1984年頃になるとモデルチェンジが検討されるようになった。特に他の鉄道では直波制御による回生ブレーキが広く使用され安定した実績を上げていたことから、名鉄でも回生ブレーキを導入が検討されることになった。こうした環境下で名鉄で 初めて改正ブレーキを使用した車両として6500系が1984年に登場した。この6500系では、正面が非貫通となり、車体構造も一部変更されたほか、窮屈だったクロスシートについても、寸法を見直して居住性の改善を図った。なお、二両編成については必要数に達していない上、関換算線区では改正ブレーキが有効ではないという、 理由により、二両編成は車体のみ6500系と、同一スタイルとした6000系として増備が継続された。その一方で、さらなる混雑緩和対策として、6000系のロングシート化改造が開始されることになった。6001編成が1985年12月に、ロングシート化されたのを皮切りに、1990年3月までに1次車から8次車までの、 全車両がロングシート化された。また、6500系と6000系90車以降は、客用扉上部をライトグレーに塗装していたが、1985年11月から1986年12月までに1次車から8次車までも、同様に客用扉上部をライトグレーに塗装した。なお、1987年7月には、平田橋駅近辺で、 踏切事故によって、クロ0 3 5が大破、翌年3月に車体を新造して復旧した。6000系は1985年まで増備され、6000系は2両編成、4両編成とも26本となった。6500系登場後も2両編成は6000系のままで増備されていたが、保守軽減と省エネルギーを図るため、 1987年からは2両編成の増応日は6800系によって行われることになった。6800系は6500系と同様に改正ブレーキを装備するが制御方式は6500系とは異なり、境時点カレージ制御を採用した車両である。車体は6500系と同様である。1989年には名古屋で 世界デザイン博覧会の開催や金山総合駅の開業もあり、輸送量増強が行われることになった。これに伴い6500系と6800系が増備されたが、この時の増備車からは、車体構造が大幅に変更された。1991年からは、ラッシュ対策を第一に考えることになり、同年に製造された6800系5次車からは、 文字通りの通勤者として、初めからオールロングシートで製造されることになった。1992年に増備された6500系、6800系もオールロングシートで製造された。ここで6500系、6800系とも増備は終了となり、6500系は4両編成24本、6800系は2両編成39本となった。なお、 ご自車以降の車両については猛暑を契機として、冷房能力を増強することになり、1993年8月の6034編成を皮切りに12500キロカロリー H の能力を有するプルマイナス3061系冷房装置への交換が開始された。また、同年10月からは順次、この年に登場した3500系と同様に客用。 扉上部をダークグレー塗装に変更を行った。この塗装パターンは3500系の後継である3700.3100系まで続いたが、それらを含む全編成が2001年から2005年にかけて、スカーレット一色に再度塗装変更され、ダークグレー塗装は消滅した。1995年には、輸送需要が増大した瀬戸線へ6000系を投入することになり、 5次車から7次車までの車両から2両、編成8本が、瀬戸線に転属した、編成標柱黄色の編成。瀬戸線への転属にあたっては、貫通路の整備、フォロワク設置と非常用はしごの搭載、座席モケットの不燃化対応、M 式自動解決装置の撤去などが行われたほか、客用扉は、スカーレット一色に戻された。さらに、 瀬戸線の北山県尺のピット延長が行われたことに伴い、それまで2両編成を2本連結して4両編成としていたものが4両固定編成の運用も可能となったことから、1996年には5次車、8次車までの車両から中間車2両6組を瀬戸線に転属させ、6本を4両編成化した編成表中水色の編成。2000年には、 さらに4両編成1本と中間車2両2組が転用され、残る2本も4両編成化された同緑色の編成。なお、転属した中間車は先頭車に合わせて改版されている。本線系統では1995年に6500系の6504編成、6510編成、6513編成、6516編成。 6517編成、6800系の6804編成にロングシート化改造が行われた。また、1996年8月にはも6246を使用して、シングルアーム式パンタグラフの試験が行われた。同時期には、本線系のスピードアップに対応するため、1996年より6500系、6800系の営業最高速度が、 時速 110km へと引き上げられた。一時車の竣工から20年が経過した1997年からは、特別整備が開始された。特別整備では、車体補修や化粧板や床面の交換などのほか、乗務員室後方への車椅子スペースや、扉開閉チャイムの設置、側面先表示器の設置が行われた。この改造は一時車から四時車までの4両編成11本。 二両編成六本、六千一編成から六千十七編成が対象で、1997年から順次施行された。また、2011年9月には六千五百計六千五百四編成にも同様の改造が行われた。その後、1998年6月からは、西尾線の末端区間、西尾駅から吉良吉田駅までの区間、蒲氷線において、 ワンマン運転を実施することとなり、6000系のうち2両編成の6 0 0編成から6013編成までの五に対して、ワンマン運転に対応するための改造が行われた。改造内容は、ワンマン用扉開閉スイッチの設置とそれに伴う、扉開閉回路の変更、デッドマン装置、自動案内放送装置、整理券発行機、同両外機付け運賃箱の設置を行ったほか、 客用扉の脇には、ワンマン入り口、ワンマン出口、締め切りと表示する、LED 式の扉扱い表示器を設けた。なお、この後編成については、ワンマン化改造と同時に、前述の特別整備も行った。その後、2008年6月広見線の末端区間、新谷駅から三宅駅までの区間が、ワンマン化された際にも、これらの編成を使用している。また、 2001年10月からは、三河線の地流駅から、佐野家駅までの区間において、ワンマン運転が実施されることになったため、4両編成の6001編成から6003編成までの3本と、2両編成の、うち6020編成、6021編成、6034編成、6037編成から6044編成までの11本に対して、 ワンマン化改造が行われた。改造内容は、ワンマン用扉開閉スイッチの設置とそれに伴う、扉開閉回路の皿、デッドマン装置、自動案内放送装置の設置などであるが、この区間のワンマン運転では、駅集中管理システムによって、無人駅でも自動改札機が設置された都市型ワンマンであるため、整理券発行機、自動量が駅付け運賃箱、 扉扱い表示器は設置されていない。また、二両編成の全面貫通路については、外部から開閉可能とし、手すりにロープをかけられるようにして、二編成を並結した際の安全性を高めたほか、ホームセンサー導入によって、車両限界と建築限界の間が狭まるため、開閉式の窓の車両については、総下部に保護棒を設置した。2006年には、 三河線の地流駅から、壁南駅の間でもワンマン運転が行われることになったため、4両編成の6015編成から6017編成の3編成について、同様の改造を行った。この時7100系、7700系も同様の改造を受けていたが、7100系が2009年11月末、7700系が2010年2月末、 さよなら運転は3月21日をもって廃車となったため、補充として4両編成の6004編成、6005編成と2両編成の6014編成が追加改造を受けて三河線に投入された。一方、当時の瀬戸線の電車はすべての車両が抵抗制御で回生ブレーキのない車両であり、車両の近代化が急務となった。また、 北山県尺が移転した終わり朝日県尺には車両塗装のための設備は蹴られなかった。このため2008年からは6600系以来30年ぶりの新車として4000系が導入されることになった。この4000系によって瀬戸線の車両は全車両が置き換えられることになり2011年3月26日のダイヤ改正では 運用車両減少による余剰車両が発生したため6032編成が廃車となった。これが6000系では初の廃車となった。その後も4000系に置き換えが続き、2014年4月6日に6035編成によるさよなら運転が行われ、瀬戸線の6000系は全廃となった。 温泉系統では6800系6828編成から6839編成までの12本のワンマン化改造が2010年度中に行われ、2011年3月26日改正より、微細線、津島駅名鉄一宮駅、名鉄一宮駅、玉野井駅間と豊川線に投入された。改造内容は、扉開閉回路の間接制御化、 自動放送装置の新設、足踏みデッドマンの設置などであり、このうち足踏みデッドマン装置は緊急列車停止予けの使用変更による機能負荷によって実装された。2014年からは、竣工から30年以上が経過していた中期編成、5次車から8次車のうち、今後も継続して使用する予定の編成に、限りへ整備が開始された。対象は、 三河専用にワンマン化改造を受けた6020編成、6021編成、6034編成、6037編成から6044編成までの11本で、改造内容は特別整備でも行われた、車体補修、化粧板、床面交換、側扉付近と優先席付近を色で識別化、車椅子スペース新設、扉開閉チャイムの新設、 側面行き先表示器の設置に加え、座席表記事の張り替えや、スタンションポールの新設、放送機器の更新、表示等、標識等類の LED 化、行き先表示器の LED 化など多岐にわたった。このような大規模修繕のため改造は半期に1、編成程度のペースで行われており、2018年度までに完了する予定である。一方、重整備の対象外となった。 本線系統の編成は順次廃車が予定されており、2016年度には、新造投入された3300系3308編成、3309編成と入れ替わる形で、同年8月2日に6018編成が、8月22日に6022編成が廃車となった。2017年4月1日現在、 6000系は4両編成15本60両と2両編成26本52両、6500系は4両編成24本96両、6800系は2両編成39本78両の合計286両が現存していい。その後、2017年7月10日には6019編成と6051編成が廃車となった。 ここでは1996年時点、鉄道ピクトリアル通関624号、富山勝彦、名古屋鉄道原油車両編成表、P228 の車両番号を記載する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。